ドリニコライ・ゴヤンは、ルーマニア・スチャバ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。元ルーマニア代表。現役時代のポジションは DF。フォレスタ・スチャバ1997年に地元・スチャバ、県のフォレスタ・スチャバと契約し、同クラブのセカンドチームでキャリアを開始した。2年後にトップチームへ昇格し、2000年の FC、グロリア・プログレスル・ビストリ・ザセンにおいて、20歳で、 ディビジアへでの初出場を飾ると無失点に抑えた。同年には数ヶ月間を期限付き遺跡の形で FC クロリアブザウにて過ごした。2000から01シーズン終了後にフォレスタス・チャバはディビジア B に降格し、以後在籍中に昇格することはなかった。リーガ2での2001から02シーズンは最終的にリーグ10位で終えて昇格を果たせなかったが、個人としては シーズン半ばにリーガ1の FC チャフラウルピャトラニアムツへ引き抜かれている。チャフラウル2003から04シーズン終了後、ホレスタ時代と同様にクラブはリビジアビンへ降格した。しかし、同シーズン途中でリーガ1の FCM バカウと契約した。チャフラウルでの約2シーズンで45試合に得点を記録した。バカウ2003年に FCM バカウに入団し、 26試合に得点を記録した。ここでのプレーがルーマニア代表招集へつながり、また翌2004から05シーズン途中までのプレーから FC ステアウアブカレストの関心を集めた。FC ステアウアブカレストで練習するゴヤン2005年3月4日に FC ステアウアブカレストと5年契約で合意。後日に行われたバカウの会長ゲオールゲキ・ボルキアンと ステアウア側との5時間に及ぶ交渉の末に移籍金は10万ユーロで決定し、2007年に100万ユーロが追加された。2004から05シーズンは終盤戦での加入もあり4試合の出場だったが、次第にチームに不可欠な選手となり、UEFA カップ2005から061回戦のボレレンガフォトバル戦で、 ヘディングシュートで初得点を挙げると、その後の同大会グループリーグで、RC ランス戦、ハルムスタッツ BK 戦、決勝トーナメント1回戦の SC 派。また、準決勝のミドルスブラ FC 戦では、本拠地で1から0と勝利し、敵地において自身の得点もあって、開始25分まで2から0としていたが、試合終了間際の89分に失点し2から 4? で敗退した。 UEFA チャンピオンズリーグ2007から08では予選のザグーエンビエルヴィンセントバテポリソフ戦で得点して本戦出場に貢献し SK スラビアプラハ戦でも得点したが1から2で敗戦した2007年10月24日のセビージャ FC 戦においてニコライデカの欠場によりキャプテンを務めた同2007から08シーズンには 様々なクラブから注目をされることになった。2007年6月にエバートン FC とボルシアドルトムントから関心を寄せられ、遺跡金の高さからドルトムントはユベントス FC よりロベルト・コバチを獲得したことで撤退したが、その後も VFB ・シュトゥットガルとマンチェスター・ユナイテッド FC、マンチェスター・シティ FC が関心を寄せていると報じられた。 2008年7月1日、ジジベカリ会長に遺跡を実記した。サンダーランド AFC と FC ディナムキエフからオファーが届き、全社への遺跡間近まで迫ったものの、交渉はまとまらず、破断となった。結局ステアウアに残留し2008から09シーズンに臨むと、2009年5月2日の FC、オッツェルルガラチ戦において、ペナルティキックでシーズン初得点を挙げた。 2009年4月4日の FC グロリアプログレスルビストリツア戦では試合前にソリン・リオネアが負傷するとマリウス・ラカトゥシ監督から首相に任命される。古参選手であるペトレ・マリーンの存在やシーズン前の直訴を受けベカリ会長からいかなる状況でもレギュラーになることはないと伝達されていたにもかかわらずチームの信頼は厚く UEFA ヨーロッパリーグ2009から10の マザーウェル FC 戦でも首相を務めた。同試合でスティーブン・クレーガンのオンゴールを誘発するヘディングシュートを放つが、一方でペナルティーキックを失敗し、ベカリ会長から批判された。UEFA ヨーロッパリーグ2010から11のチェスカ・モスクワ戦を前にして練習するゴヤンとマッシも、マッカローネ2009年8月6日に遺跡金200万ユーロ、年俸55万ユーロで、 セリエ A の US チッタディパレルモへ移籍し、かつてステアウアで支持したワルテルゼーンが監督と再会した。2009から10シーズン前に行われたの RCD マイオルカとの親善試合で初出場を飾り、9月23日の AAS ローマ戦でリーグ戦デビューをフル出場で飾った。シモンケアとチェーザレ・ボボの存在や2010年4月3日の カルチュカターニアとのデルビー・ディシチリアにおいて、マキシロペズに悠々と突破されて、全失点に絡んだことで、主に控えとしてプレーした。2010から11シーズン開幕前にケアーが VFL ボルフスブルクへ移籍したが、自身は相次ぐ負傷に見舞われて位置を確保できなかった。完治後は、ボボとエセケル・ムニョスの控えに回りながらも、2011年3月20日の、 AC ミラン戦において主を走る相手に加入後初得点にして決勝点を挙げた。レンジャーズ FC でウォーミングアップをするゴヤン2011年7月25日に推定遺金85万ユーロでスコティッシュ、プレミアリーグのレンジャーズ FC と3年契約を締結。29日に労働許可証が付与されて正式な一員となったが、この遅れにより当初は UEFA チャンピオンズリーグ2011から12予選でプレーできないと判断された。その後 UEFA への訴えから丸目 FF 戦でのプレーが認可されているがハムストリングの負傷で欠場した。30日のセントジョンストン FC 戦で初出場を飾り依頼定位置を確保した。自身初のオールドファームとなった9月18日のセルティック FC 戦で見せたプレー等で ファンの人気を集め、カルロス・ボカネグラとの強固な守備を形成した。9月21日にスコティッシュリーグカップのフォルカーク FC 戦で初得点を挙げた。2012年6月にクラブが破産したことで選手の契約後とチャールズ・グリーンのコンソーシアムに買収され消滅は免れた。当初は残留を表明していたものの、四部への降格処分となったことで、 クラブで最初に対談を申し出た。しかし、スコティッシュチャレンジカップのブレチンシティ FC 戦に出場したように最終的に残留して、ボカネグラと共に最終ラインを守っており、試合後にたクラブからのオファーがあったにもかかわらず自身の将来をレンジャーズに委ねたと語った。2012から13シーズン終了後、近い将来にイングランドでプレーすることを希望していることを表明した。 最終的に、ボカネグラと共に放出され、2シーズンの間で30試合一得点を記録した、レンジャーズを退団した。放出が決定した際に、ゴヤンの代理人は、ヘラルド氏に、ゴヤンが年俸43万ポンドを受け取っていたことを明かした。2012年8月21日に、セリエ B のスペツヤカルチョへ、レンタル移籍した。 契約が決定した際にはレンジャーズへの復帰を誓った。スペツヤとのサインから4日後のビチェンツアカルチョ戦で初出場を飾ると以降はレギュラーとしてプレーした。しかし11月17日の SSU ベスタビア戦で審判に圧力をかけたとしてリーグの起立委員会から4試合の出場停止処分が下された。これに対しクラブのスポーツディレクターから失望したことを伝えられると 自身は早期に契約を打ち切り2013年1月にレンジャーズに復帰する可能性があることをメディアに示唆した。出場停止解除後の12月23日のカルチョパドバ戦でヘディングで初得点を挙げた。ミケーレ・セレーナ監督はスコットランドへの早期復帰を否定したがシーズン後半戦に突入すると他の選手にポジションを明け渡していった。 2013年4月6日の US グロッセート戦でリーグに得点目を挙げた。レンジャーズを退団後、ギリシャスーパーリーグのアステラストリポリス FC と2年契約で合意したと報じられ、2013年7月21日に正式に入団が決定し、ファンに花束で出迎えられた。それから1ヶ月後の8月18日にパス、ヤニナイフ C 戦で、 初出場を飾った。オーストリア戦でのゴヤン2005年11月16日に、ビクトル・ピツルカ監督の下でナイジェリアとの親善試合で代表デビュー。翌年から定期的に招集され、ユーロ2008予選ではガブリエル・タマシュとコンビを組んだ。首位通過での本大会進出に貢献し、同予選のベラルーシ戦での初ゴールと2007年10月14日の オランダ戦での決勝点の2得点を挙げた。本大会出場の結果を受けて、2008年3月25日にトライアン・バセスク大統領からメデイリア・マリッチェル・スポーティブを授与された。ユーロ2008本戦のメンバーにも選出され、2008年6月9日にチューリヒデのフランス戦に出場する。同試合で、ゴヤンはニコラー・アネルカとカリム・ベンゼマを抑え、 スコアレスドローで勝ち点を得ることに貢献した。なお、この試合が代表出場20試合目であった。2戦目のイタリア戦でも引き分けたが、2試合連続でイエローカードをもらったため、累積出場停止で3戦目のオランダ戦には出場できず、チームは敗戦とともに敗退した。2017年11月13日、リーガ3の CSM ブコビナラダウチに指揮官として招聘された。 兄弟のリビュー、ゲオルゲ、ルチアンのそれぞれがプロサッカー選手であり、ルチアンは過去にリーガ1の名門 FC ディナモブカレストでプレーした。ゴヤンを見出したマリンバルブは出会った当初その巨漢からガリバーと見曲がったという。また、純真かつ勤勉で他の子供たちのお手本だったと評している。既婚者であり、2006年10月に娘が誕生し、 2017年1月には息子が誕生している。出展、出展、代表での特典、編集出展、ステアワブカレスト。ありがとうございます。